台湾のクスクス神社。あの神社の前にある鏡は神教である。神教とは神聖な鏡という意味の一般名詞である。神霊のご神体として神社の本殿に祀られている鏡もあれば、または拝殿の神前に置かれている鏡もある。三種の神器の一つである八田の鏡も神教の一つである。神教の意義に関しては、 一般的には太陽を鏡で指していると言われる。これは鏡で日の光を反射した際、それを正面から見ると太陽のように輝いと見えるためであり、日本神道では太陽神であるアマテラス大臣を最上の神として崇め祭るので太陽を象徴する鏡でもってご神体とし神社に祀るとされている。日本初期においてはアマテラス大臣は孫であるニギのに これらの鏡を私の御玉として、拝するように常に建て祭りなさいと記述されている。また、この心境を載せる台は通常雲の形をしていて、これは運慶台と言われる。心境の発祥は中国に遡ると言われる。中国では、日本以上に多数の古代心境が出土されており、日本で一番古いと言われる清流三年名宝格菊子人経が、 二百235年とされるものであるのに比して、中国で最古とされる新境は、葉脈文京であり、紀元前1600年から770年と日本と、桁違いに古い。また、義師は人伝によると、山大国の女王、卑弥呼が義に使いを送り、義から同郷100枚を貸しされたとあることからも、日本の新境文化は中国からの文化輸入であると、考えられる。なお、 朝鮮においても心境は多数出土される。兵庫県遺跡神社の心境は、白木から帰化した雨の日ぼこが伝来したと伝える。一方、宮内省は1895年以降創立の韓国兵舎に対し、お玉城は心境とする胸の通達をした。ありがとうございます。